どうも、おてこ TV の朝日と申します。本日もご視聴よろしくお願いいたします。いや、いつもと違うじゃねえかよ、みたいな。はい、アクアリウム出せよ、みたいな。はい、そんな怒りの声も聞こえてくるんですけれども。実はちょっと嬉しいことがありまして、声裏返っちゃったけど、嬉しいことがあって、ちょっとやっぱお伝えしないかなと思って、お伝えしたいなと思って。これね、この35って書いてあるやつ、これレンズなんですけど、買っちゃいました。買っちゃったなぁ。めっちゃかっこええなぁ。かっこええ。買っちゃった。うん。まあね。数万円。まあでも、これも中古だったんだけど、まあ、買っちゃいました。買った。うん。んで、まあ、買って嬉しいから、カメラお伝えしようかなと思ったんだけど、でも、多分ね、あんまりこのアクアリウムやってる人ってカメラ興味ないと思うんだけど、ちょっとね、たまにどういった機材で撮ってんのかっていう風に聞かれることがよくあるんですよ。うん。だから、せっかくレンズ買ったから、改めてちょっと私のこの辺をざっくり説明しようかな、みたいな感じでございます。で、今まではね、10月、ちょっと古い話になっちゃうけど、このカメラの前にこのカメラで撮影したんですよ。EOS70D ってやつ。うん、これはまあ、私が YouTube を始める前、もう4、5年前。もう5年は前だな。うん。5年ぐらい前に、まあ趣味で買ってたやつでございます。うん。で、これはまあこれで私は好きだったけど、やっぱね、最近、写真はまだいいんだけど、動画だとどうしても、もう5年ちはだいぶ違うじゃないですか、動画はね。うん。写真だったらまだ許せるけど、動画はもう、全然昔より今の方が断然、画質がいいから。で、私もちょっとステップアップ、動画はね、YouTube ステップアップするっていうのに、ここの R って書いてあるでしょ。こっちは 70D だけど、EOS の R 買っちゃいました。うん。ミラーレス一眼でございますね。うん、キャノンが初めて出したミラーレス一眼のフルサイズっていう、センサーサイズがでかいの。こっちよりもこっちの方がセンサーがでかいから、まあ、でっかい分綺麗に映りますよ、みたいな感じですね。うん。で、買った。うん。で、レンズはね、ちなみにずっとこれ、まあ、これ50って書いてあるんですけど、50ね。50って書いてあるやつとか、まあ、ここら辺の、この2つは持ってたな。うん。このカメラ使った時はこのレンズとこのレンズ。24から、105。と、あとはこっちね、固定のズームじゃないやつ、70ミリっていうやつで撮ってました。うん。だから、50、70と24と105まで撮れるから、まあ、ね、水槽やってればこれだけね、そんなにズームとか使わないんで、これでほぼ、まあ、好きな画角が撮れるかなっていう感じで、レンズをね、使ってたという感じですね。うん。んで、まあ、これはね、もうちょっと前に買ったんだけど、これは70ミリ、300ミリの、もっとね、望遠のズームレンズですね。うん。で、これ買った理由は、魚が、なんていうの、逃げちゃう魚が結構いるんですよ。ね。逃げちゃう魚がいて、で、私が近づくと逃げちゃうから、遠いところにカメラを置いて、で、狙えば、なんか自然なのが撮れるんじゃねえかと思って使ってます。だから、これは使用頻度低いけど、まあ一応、それを買いました。うん。で、あとはまあ、でも主力はね、このレンズですね。70ミリの。これは、マクロ撮影って言って、まあマクロって言うと、すごいこうやって近くに寄ってね、こう近くに寄って、こう撮れるっていうマクロって言うんだけど、やっぱ、エビとかちっちゃいね、ミジンコとか撮りたい時あるじゃないですか。そういう場合はこれを使って、はい、やるんですね。うん。やります。これめっちゃ伸びるんですよ。すげえ伸びるからね。こんな伸びるからね。あ、これズームじゃないんですよ。ズームじゃないけど、これで、こんなに伸びるけど、こんなに伸ばして、ピントを合わせるんですよ。近くによって。すごいでしょ。うん、これズームじゃないからね。うん。いや、すごい。で、これ、この不格好さがよくいいんですよ。画質に効いてるということで。うん。だけど、これが主力だった。だけど、これはね、ちょっと古いんですよ。すげえ古いレンズ。まあ、見た感じ古いんだけど、古いレンズだから、で、手ブレ補正ってね、手ブレも
ついてないんですよ。あと、マニュアルフォーカスとオートフォーカスってあるんですけど、オートフォーカスをやるとすげえ音がするの。ガガ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 っつって。だから私はずっとマニュアルで手でこう回してるのね。手でこう回してるんだけど、そりゃそうだよね。これガガ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 こんな伸びてくんですよ。そりゃね、動画撮っていくのに音が出るからね、無理だよ。無理。うん。で、やっぱそれじゃあなーと思って、こう70ミリ。から今度はね35ミリっていうねこのレンズを買ったわけですよ。うん。でこれも、マクロ撮影できる。ただこっちよりはさすがにマクロ機能は劣る。うん。こっちのはより近づけるというか大きく撮れるけど、こっちはそれほどじゃないけど手ブレ補正がついてて、あとオートフォーカスが早いんですよ。すげえ早いからまあいいかなみたいな感じで買いました。で一応画角についても言うか、これ35ミリって言ってスマホので撮ると画面の画角、うん、だいたいそれぐらい、うん、でこの50ミリが人間の見た画角、だいたい人間がこう見た感覚、視野のが撮れるってやつで、それよりも望遠、うん、70ミリのが望遠、うん、っていう感じですね。だからまあ35、50、70っていうことで、まあ、レンズがこれだけね、単焦点っていうんですけど、ズームじゃなくて、固定してあるのがね、あれば、まあ、いいかなと。で、単焦点レンズの方が、画質がいいんですよ。やっぱ望遠じゃない、ズームレンズって機構が複雑だから、それだけ、画質が若干落ちる。それよりは、単焦点って言って、ズームが効かないけど、分、不便だけど、まあ、画質がいいっていうので、この3本を押さえてるっていう感じでございますね。うん。で、まあ、こっちの 50mm っていうのはちょっとあんまりいい、あ、このレンズもめっちゃ綺麗に撮れるんだけど、うん。本当の主力はこれと、今度はこれ、新しかったこれで、まあ、主力で頑張ってもらおうかなっていう感じでございます。はい。ね。でもま、やっぱ、新しいだけあって、おしゃれですよね。やっぱこれちょっと古さ感じるもんな。うん。やっぱ時代の流れのデザインなんだけど、うん。でもこれ結構いいんですよ。これ、ここがね、うん、なぜか、鉄じゃないけど、うん。何なんだろうな。でも、プラスチックとかじゃないから、すげえなんか高級感があって、重たくてずっしりしてて、まあ、いい感じですね。うん。はい。で、あとね、マイク。うん。マイクもね、前いろいろマイクの動画も出したけど、まあ、結局落ち着いてるのはこれですね。これ。これ楽だから。楽だし、まあ、これモノラルで、モノラル？うん。ステレオじゃないから、まあ、一個のチャンネルしか撮れないんだけど、うん。まあ、これいいです。うん。で、これをここにつけて、で、まあ、ちょっとやってみるか。で、これはね、ちょっとノウハウなんだけど、私はここに、三脚の、雲台をつけてますね。ボール雲台をつけてます。うん。んで、その上にこれ乗っけてる。で、私の場合は、やっぱ、こうカメラを向けて、こういう形で、自分の方にマイクを向けて話す場合もあるし、逆に、こういう形ね、こういう形で、まあ、ちょっと狭いから。こういう風に、私がこっちに座ってね、今、画面の方にこっちに座って、こういう風に撮ってる場合があるんですよね。だから、マイクの向きをこう変えたり、こう変えたりしたいんですよね。うん。だから、その時にこう使ってる。で、当然、前から自分の撮る時は、これをね、こうやってこう、くる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 回して、こうやってやれば、ね、自分の方向を向いて撮れると。いう感じ。だからこれはね、いい。うん。で、ここにね、刺してこう使っているって感じですね。うん。音質に関してはどうかわかんないけど、まあ、声はクリアに取れてるからいいかなっていうのと、一応ガンマイクだから、なんていうの？やっぱね、水槽いっぱいあると、水の音がすごいんですよ、実は。結構するけど、これ使ってると私の声だけをだいたいピンポイントで撮ってくれるから、まあいいかな、みたいな。ただ、環境音も欲しい場合があるんで、その時はちょっとまた考えなきゃいけないな、とは思っていたりします。パソコンはね、こちら、
はい、アップルマークの、iMac 使ってます。すんげえ白っぽくなってるけど。うん。でね、キーボードとかもね、こだわってますね。ロジクールのいいやつ使ってますよ。うん。テンション上がるからね、こういうのはね。うん。あと、やっぱロジクールの、マウスと。まあ、こっちに関してどっちかっていうと、私の本業の方で使ってるから、うん。これも言っとくか。もう何、何私の作業のほとんどがコピって貼ってなんですよ。あの、コピーして貼る、コピーして貼る、コピーして貼るだから、ここのボタンでコピー貼る、コピー貼るね、コピー貼る、コピー貼る、ボタンを押すとコピー&ペースト、コピー&ペースト。あと、ここもボタンがあって、ここを普通だったらこう回すじゃないですか。回すだけなんだけど、これ、こういうボタンもあって、これがエンターにしてます、私。このエンターね。エンターをここのボタンに割り振ってエンター。あと、ここにもボタンあるけど、これをね、バックボタンにしてるから、これでエンターでしょ？で、間違ったらこれバック。うん。って感じですね。すごいっしょ。だからもうこれでほぼいけるんですよ。コピって貼って、キャンセルしたり、エンターをしたり。うん。あと、これはね、ここにボタンがあるんですよ、実は。今、落としてるけどね。で、これをここを押しながら、こうやったり、こうやったり、こうやって押しながらやると、なんとそのジェスチャーに合わせていろいろコマンド触れるんですよね。で、私は印刷もするから、印刷ボタンって押さなくても、これをここ押して下にこうやってやると印刷できるようにしたんですよね。だからね、このマウスはいいぞっていうか、まあボタンがいっぱいあるね、マウスをまあ使うと、あの、作業効率いいと思いますね。うん、私はそういう感じで使ってる。エンター、まあ、削除ね。バックと、コピって貼って。あと、ここのボタン。あと、こことかもあるけど、ここは、あんまり使い勝手が良くない。うん、私は使ってないな。うん。うん、まあ、これを一個使うことによって、一日何十分も時短できていますからね。あと、編集にもこれ使ってます。編集も、ここのボタンを押すと、カットできますね。動画を一本のやつを途中でカットみたいにできてるから。これめっちゃいいよ。うん。あと、これもね、もう今日すげえ長い。ここを押すと、ここが音量になったり、とかね、うん、するんですよ。ただ、これはあんまり使い勝手良くないな。でも、音量を絞ったりしてる時には使ってるな。うん。そんなところかな。キーボードに関しては、別に、高いキーボードを使わなくてもいいかもしれない。うん。Mac の標準のやつが一番打ちやすいのかもしれないけど、私はなんかやっぱちょっと仕事がうまくいってない時とかに、ちょっと気分転換で自分に投資しようと思って、キーボード買ったりしてます。うん。まあ、つっても高いやつだけど、そんなにバカ高いっていう感じじゃないっていうか、まあ、お小遣いの範囲で買えるぐらい、あ、まあ、ちょっと今月、これはちょっと奮発しちゃおうかみたいな。マウス奮発しちゃおうかみたいな。そんな感じですよ。あ、それでだって仕事のテンション上がるんだったら、いいなと思って。あ、な感じです。うん。ということで、ちょっと長々話しちゃったけど、何を言いたかったっていうと、今日はこの 35mm の新しいレンズを買って、動画を1本これからと夕方配信したいと思いますので、はい、お楽しみにしていてくださいという動画でございました。じゃあ。